はい、半負けの本家の半魔岩先生です。私の半負けというのは、じいさんは本家のじいさんは閣僚をやってましてね、帝国大卒業してですね、それから定年になって、会社も大きい会社も作ってましたけどね、それから、定年になって、村のためにちょっと仕事やってくれないかということでね、他やれる人がいないというので村長をやってね、年取ってから村長をちょっとやってあげたんですね、じいさんがね。で、億万長者でね、30万坪近く土地持ってまして、弥彦競馬場とかね、自分の庭にね、競馬場作ったりしました。今は弥彦競輪場になってますけどね、いろいろ大変でして、やっぱ億万長者のじいさんが亡くなるとあと大変なんですよ。じいさんのじいさんの、は男2人と女2人を産んでんですね。それでやはりね、職とか嫁に行けないと殺すぞと、家族全員を殺すぞというふうに来るんでね、それでじいさんはやっぱり新潟市の所長をその結婚させたり、日本航空の取締役、幹事取締役の人をね、力でね、結婚させたりしてるわけですね。で、それから叔父という叔父とか、私の父ですね、もじいさんが仕事全部ね、やらせるようにしてるわけなんですけども、一番大変なのはやっぱり食っていけなくなると、嫁に行けないと殺すぞと、本当に殺すんで、家族を殺してくるんで、その追い出すというか、それに対応するね、人を作んないといけないんですね。旦那になってくれる人をね、確保しないといけないわけですよ。家のものをね、外に出すためにはね。あとね、食っていけないと、億万長者だからね、ひどいんですよ。で、仕事なんかできないし、だからつけさせるわけなんだけど、それ専用にね、私の方の父が産んだ、父とか私の方の家族はもうそうなんだけど、やっぱり問題があってね、食っていく道とか、相手がね、いないとやっぱり家族殺すんで、そういう人を、ちょうど、一つは、何やってるかはちょっと教えられないんだけど、そういうふうにしてね、仕事できなくなりますから、私のね、本家となる、またなるわけですからね、跡取りもなってますけど、本家の王様ね。で、全部追い出すために、そういう人ですね、仕事はそれが専門ですね。だから追い出すためにつく旦那さんとかね、それ専門で生きるということで、もらってもらうわけですね。それで扱ってもらうということをします、本家ですからね。で、かなり大変なわけですよね。私の周りの2人とももうそうなんですけど、やっぱり家にいたりし、私の方の本家の王様になってますし、いると、もうとにかく危ないし、仕事はできなくなりますから、とにかく追い出さないといけないわけですね。そのために旦那さんを都合したりするわけです。これは全部都合してるわけですね、こちらでね。で、誰も欲しくはありませんからね、そういう専門の
をやってくれる人ですねをに頼んでやってもらうわけですね。全部そういうふうなことになっちゃうですね。追い出すためにはもう大変なわけですよ。億万長者からね外に出すために大変なわけです。命取られるんで、家族に命取られるんで、そういうふうに、旦那さんも全部ね、そういうふうに出させる、入れられるように、そういう都合す世間の方に頼んでやらしてるわけですね。だからそれが一大事大変でしたね、私の場合はね。親父は毒殺で殺されましたけどね、まだまあそういうようなのがやるわけですけどね。警察のなんかも身の代金みたいなもんで私が殺されるんで捕まえられないんですね。捕まえられないんですよ、ね。何十年かかる、何年かかるか分かりませんけど、結局捕まらないで終わるんじゃないですか。ということでね、で親父もひどいんですね。前の私の母を追い出して2回目の母で再婚してるんですけど、やっぱ隠れやってるんで、目がブーッと自然に悪気がなくても金になるということで、自分の奥さん捨てちゃうんですね。それで捨ててね、食っていけなくなるけど殺しちゃって、それで生きてるわけですね。で父は NHK の紅白歌合戦で25年間音楽担当してるんですけど、偉いんですけどもね、そういうふうにことをする平気でするわけですよね。一般的なんですね。悪気はないんです全然。それとかもう娘なんかも生命保険なんかたくさん、なんか入れてね、こき使って